なあ、マリサ、今まで軽自動車のワゴン R を愛車として乗り続けてきたんだけど、そろそろ乗り換えようと思うんだよね。そうなんだ、次はどんな車に乗り換えようと思っているんだ。実は、人生に一度はスポーツカーに乗ってみたいという夢があるんだよね。確かにスポーツカーって人生で一度は乗ってみたいと思うよな。やっぱり GTR とか、RX7 とかに一度は乗ってみたいな。それなら、霊夢にぴったりな日本を代表するスーパーカーがあるんだぜ。え、日本のスーパーカー？それは、レクサス LFA という車なんだぜ。LFA は確かに日本を代表するスーパーカーだけど、ちょっと高すぎないか、いくらするんだっけ？3750万だぜ。今はプレミアついてるからもっと高いな。宝くじでも当たらないと無理。いやきっと、LFA のことを詳しく知れば借金してでも欲しくなるぞ。欲しくなっても買えないけど、まあ興味はあるから詳しく教えてよ。ああ、いいぜ。レクサス LFA は、トヨタが展開する高級ブランドのレクサスの中でも最高峰のスポーツカーだ。時速300キロオーバーを叩き出すエンジンを持ち、特徴的な三連式パイプエンドのチタンサイレンサーからは、F1 にも匹敵するエキゾーストの音を奏でるんだ。その販売価格も、国産車過去最高額の3750万円という新車価格で登場したんだぜ。3750万円で国内最高額だったんだ。しかも、レクサス LFA は世界限定の500台生産で、日本にはそのうち200台がリリースされ完売したんだぜ。この限定という言葉に弱いんだよね。お金があれば3750万円でも欲しくなってしまうよね。レクサス LFA の開発は日本が世界に誇れるトップレベルのスポーツカーを作りたいという熱い思いから始まり、2000年から本格的に計画が進み出したんだぜ。だいぶ前から動いていたんだね。その後、開発者が集まるとスポーツカーとは何か、という議論が繰り返し行われていたんだ。スポーツカーは考えて乗るものではない。車の運転は大脳で楽しむためのもの。スポーツカーをわからない奴は放っておけなどと連日、白熱した議論が行われたんだ。結局答えは出たのだろうか。レクサス LFA のエンジンスペックだけど、開発当初は V 型8気筒エンジンをベースに考えていたが、技術担当副社長から F1 参戦を見据え V10 エンジンの開発を命じられたんだ。今でこそ、F1 ではハイブリッドターボのようなエンジンが登場しているが、その当時では V10 エンジンが主流であり、世界に通用するスポーツカーには V10 エンジンが必要だったんだ。市販車で V10 エンジンってすごいスペックだよね。当時、市販車に V10 エンジンを搭載されていたのは、ランボルギーニ・ウラカンと、アウディ R8 クワトロの2台だけだったので、これを考えるとトヨタレクサスの本気が伝わってくるんだぜ。さすが世界のトヨタだな。ヤマハ発動機と共同開発された排気量 4.8 リットルの V 型10気筒 DOHC エンジンは、アイドリング状態から 0.6 秒で 9000rpm に達するというモンスター級のレスポンスを備えていたんだ。ヤマハと共同開発とはすごいよね。楽器やバイクでは有名だけど、なぜヤマハと共同開発したの？実は、オートバイの分野で世界をリードしているヤマハとは50年以上のパートナー関係であり、過去に開発したトヨタ 2000GT の時のエンジンも、ヤマハと共同開発しているんだ。ヤマハはオートバイの世界では積極的にレースにも挑み続け、高回転型のエンジンのノウハウも豊富で、技術も世界トップレベル。だから今回のような少量生産なレーシングエンジンの開発には必要とされたんだ。走行車とバイクとは違うけど、高回転エンジンの開発といえば同じ技術になるんだね。エンジンの性能は、最高出力560馬力、480ニュートンメートルというスペックを叩き出したんだ。国産の市販車で500馬力を超えるエンジンを搭載する車は数少ないんだぜ。エンジンがすごいスペックというのは分かったけど、他にも優れているところはあるのか？まずサスペンションには、アルミ合金のダブルイッシュボーン式のフロントサスペンションに、マルチリンク式のリアサスという組み合わせとなっており、もちろん前後サスペンションともに独立喧嘩式となっているんだ。この独立喧嘩式サスペンションだと、どのようにいいんだ？車軸式サスペンションに比べて、バネ下重量を軽くできるので機敏な動作が可能になり、スポーツカーに必要な機敏なステアリング操作にもしっかりとついてきてくれるんだ。それに加えボディスペックも優れていて、注目なのは独自開発された炭素繊維強化プラスチックのカーボンキャビンだ。この特別なカーボンキャビンはアルミのものより100キロほど軽くて、硬く仕上げることができて、寸法精度が高く、航空機のコクピットなどにも採用されている同等のものになるんだ。スポーツカーにとって軽さは正義だよな。この独自のカーボンシャーシの開発は、その後のトヨタやレクサスの車両の開発にも活かされることとなったんだ。燃料電池車の未来にも採用されているよな。
ちなみに、レクサス LFA はその全てのパーツを新たに設計しており、エンジンやプラットフォームも全て新規開発されたんだ。これは、驚きだよね。他の量産型の車と一線を画すという意味でもあったのかな。しかもこのエンジンの組み立ては、一人のエンジンエキスパートによって、丁寧に手作業で行われるんだ。その証にエンジンの左シリンダーヘッドには、エンジニアの名前を刻印したプレートが掲げられているんだぜ。しかも内装のインパネやハンドルにはカーボン素材が取り入れられたり、アルミ製の2ペダルは1枚板から削り出された特注となり、最高の品質を全てハンドメイドで仕上げてあるんだ。世界販売台数トップクラスのトヨタが、エンジンや内装も手作りで作り上げるとはすごいこだわりようだよね。そう考えると、3780万円というのも納得のいく価格に思えてきたよね。でも実は、この価格でもトヨタからすると赤字になるんだぜ。え、この価格で500台完売したんでしょ？それで赤字なの？それはレクサス LFA の全てのパーツを新しく設計したことにより、開発費だけでも1000億円を超えていたんだ。しかも丁寧に1台ずつ手作りなので製作費もかさみ、量産車ならそれを数年かけて回収するんだけど、レクサス LFA の場合は500台の限定車だったので、開発費や製作費を考えると3750万円でも、採算が取れるはずもなく赤字だったんだ。それにしても、なぜトヨタは赤字と分かっていて販売したんだ。それは世界に通用するスポーツカーを作るという情熱と、今後のスポーツカー作りの技術を高めること、世界に通用するスポーツカーのアピール、そして最も重要であるレクサスの価値を高めるという目的があったんだ。それだけ大きなメリットもあったんだね。実際、このレクサス LFA のリリースにより、世界のフェラーリや、ランボルギーニ、マクラーレンなどからも、日本のトヨタレクサスの高い技術力が認められることとなったんだ。日本のスポーツカーを作る技術が認められて嬉しいよね。そういえば、日産 GT-R や、ホンダ NSX などのスポーツカーと比べると、どのような違いがあるんだ。そうだな、最高速度で比べてみると、レクサス LFA が325キロ、GT-R は311キロ、NSX は307キロ。実は日本車で最高速度が300キロを超える車は、この3台だけなんだ。やはり LFA が1位なんだね。GT-R は、レクサス LFA と比べるとボディスペックは劣り重量はあるが、レクサス LFA とは違い高性能でも安くというテーマがあり、インテリアに関しては少しチープになるけど、誰もが知る日本を代表するスポーツカーだよな。確かに、フェラーリやポルシェと同等のスペックで1000万円以下の価格と考えるとレクサス LFA より価格設定では頑張っているよね。NSX は、V6 ツインターボエンジンを搭載しており、これはレクサス LFA の V10 と比べるとスペックは劣るけど、独自のハイブリッドシステムと組み合わせることで、V6 エンジンと独立したモーターが駆動をアシストし、トルクベクタリングなども行うという新しい形のエンジンを持つんだ。NSX のエンジンは、新しい試みが色々と見られるよね。この新しいエンジンは、イギリスのインターナショナルエンジンオブザイヤーによりベストニューエンジンにも選ばれ、NSX はハイブリッドスポーツカーという地位を確立させたんだ。レクサス LFA とは違いそれぞれのいいところがあり、比べるのは贅沢すぎるな。結局どれも日本を代表する最高のスポーツカーと言えるよね。そうだな。それと、レクサス LFA はレースにも出場してたんだぜ。レクサス LFA といえば、ニュルブルクリンクのレースが印象に残ってるな。レクサス LFA は、開発段階からニュルブルクリンク24時間レースに参戦をしているんだ。試作車をベースにしており、車両後方には、大型のウィングを装着し、艶消しブラックという仕様で出場し、異様なシルエットで周囲を驚かせることとなったんだ。初年度はオイル漏れなどのアクシデントもあり150台中121位だったが、次の年には2台体制で参戦をして、電気系トラブルがあり1台は87位、もう1台はエンジントラブルでリタイアという結果だったんだ。レクサス LFA の発表前だったから、関係者も驚いたはずだよね。それからレースには毎年参加をし、2010年にはリリース予定の市販車をベースにした LFA を2台体制で参加させているんだ。エアロパーツや、サスペンションなどのチューニングを施したが1台はリタイア、もう1台は、SP8 クラスで優勝、総合順位18位と飛躍したんだ。開発も順調に進んでいるということなんだね。そうだね、開発も順調で、2014年にはエンジン排気量を大幅に拡大し、フルカーボンフレームを採用するなどの改良を加えられたレクサス LFA コード X が投入されたんだ。その結果、2台ともに完走し総合12位、14位と好成績を収めたんだ。コード X ってもう名前からしてかっこいいよね。コードって入れれば何でもかっこよくなる説。
そして、2015年には同じレクサス LFA コード X で参戦をしたのだが、レース終盤にトランスミッションが故障してしまい、6速が使えないまま走行を続けたが、総合14位、SP プロクラスで優勝を果たし、一旦ニュルブルクリンク24時間の参戦を終えることとなったんだ。歴史あるニュルブルクリンク24時間に参戦して、優秀の美を飾り素晴らしい結果だったよね。トヨタはこの車で、ニュルブルクリンク24時間に参戦して、開発当初からも走り込み続けたニュルブルクリンクのコースに感謝を込めて、50台限定のスパルタン仕様ニュルブルクリンクパッケージというものをリリースしているんだ。サーキット走行を重視しており、アグレッシブなエアロパーツが特別装備され、リアに装着されるウィングはかなり大型で、エンジン、トランスミッションのスペックも向上されたレーシング仕様なんだぜ。ニュルブルクリンクを走っていた外装そのままだね。マリサ、さて今回はレクサス LFA について解説をしたけど、どうだったかな？そうだね、今回の解説を聞いて、レクサス LFA に乗るにはまだまだ早いというのが分かったよ、お金が。そうだな、このチャンネルでスポーツカーに関してもっと勉強する必要があるんだぜ。いやだから、お金が。まあ、それまでは小回りの利くワゴン R で我慢することにするよ。この動画が面白いと思った方は、高評価ボタンを押してくれ。あと、このチャンネルでは、面白い車やスポーツカーを中心に解説していくからぜひチャンネル登録頼むぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。